1位はダントツで中日。売り出し中の大砲山崎に加えまして、落合宇野のパワーとなりますと他球団はちょっと追いつけないんではないでしょうか。続いては打率部門、3位は西武。オープン戦不調とはいえ、秋山清原デストラーデのクリーンナップはやはり12球団1の実力です。2位は中日。ホームランの1位と合わせまして、ドラゴンズに今シーズンバッティングの資格はありません。打率部門1位は近鉄。2年前あの西武を倒した猛牛ミラクル打線の復活は果たして本物なのでしょうか。最後に防御率、3位はなんとヤクルト。大卒サンバガラスに加えまして、内藤川崎尾花と来ると今シーズン台風の目はもう間違いありません。2位は本命巨人。斉藤に不安が残るものの、今年から野球に専念するこの人の活躍で今年も投手陣は安泰。防御率1位はなんと広島です。かつて投手王国とはこのチームの代名詞でした。切り札津田の復活で打倒巨人に挑みます。アウト3塁。